乗り物中毒さんから荷物が届きました。ありがとうございます。押してんだだってもう書いてあるもん。欲しいもでーじゃーん。欲しいもー。やったね。すごいんですよ先生見て、うん、しかもちゃんとねいっぱい今回も。うまそうだね。また美味しそうだ。いつもうちあんまり食べないうちにあーちゃんいっぱい食っちゃうから、ね、だからね、カッコ3人分って書いてあるんですよ私が食べちゃうから3人分結構食ってくるからね。そうそうそう、いただきました。いただきます。ありがとうございます。すごいね、美味しそうだ。あ、なんだっけ、食べよう食べよう。今回は紅はるかを中心に作りましたっていうことで、そう、3枚だけ、うん、シルクスイートが混ざっています。どれだろう多分外観じゃ分かんないと思いますが、うん、ということなんです。皆さんで仲良く食べてくださいということです。ありがとうございます。乗り物中毒さんから。乗り物中毒さんから。なんだろう、何だろう、何笑ってる笑ってる。あいまだディスプレイ。助かるね。これもう来年めちゃくちゃ使えるじゃん。すごいよ。1万本ぐらいある。え、すごくない？そうですね。だってこれさ、本が高いよね。そう、高いね。高級だよこれ。ありがたい。ありがとうございます。ご活用くださいませ。乗り物中。ああ。助かるね。この時期でもすごいもんね。そうだね。でっかいマダニが最近多いですね。ムディとパティがついてきた。つけてくるから。そうそうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。活用します。うん。どうやってやっていきます？これさぁ、はい、節約しなきゃいけないでしょ。そうですね。こうやって削っちゃって浜取りで、これを削るんですか？あ、浜取りでこれ取って、このラインにコンパネを置いて、で入り口用にここにさ、あれを置いちゃおうか。ドーンって、あっちのなんか出てきて発掘された、そう、ボーンってここに置いて、ええ、コンパネでそこやれば結構少量のセメントで済むよね。だいぶあれ高さ高いですけど、掘んないといけないけどどうする？掘りますか？掘るしかないですよね。うん、それでやってみる。ここら辺も割れてるからもうちょっと削って中固めたいからさ。はいはい。どうします？そっちのそこの独立基礎の手前ボコってなってるじゃないですか、うん、そこには別に合わせない感じですか？あれはできれば一段下げたいけどね、このラインぐらいに。まあ一緒でもいいけど、はいはい、どうせこっちもコンクリ打つから 高いってことないよね、これ段差。まあコンクリ打てば別に高くはないんじゃないですかね。じゃあこっちと合わせちゃってもいいかな。まずコンパネ設置から。いや、設置できる状態にしなきゃいけないので、はい、こっち削るのとここ深くやって、あれを入れちゃいます。だいぶ粘土ですか？だいぶ粘土。これね、おすごい、これでもくっそ重いっすよ。いけますか？おばさんも転がすか。腰痛めない。これどうします？この飛び出してんの削らなきゃダメだね。とりあえず口を見せて持ちます。
こんな感じで。ちょうどぐらいにするか一段下げるか。でもこっちもコンクリ打つとなると別に階段として。うん。なんかもったいないような気もしてきたけどいいか。そんなこと言って使わないのいっぱいあるから。ドアはどこら辺？ドアはちょうどここです。ここまでが外。外っすね。同じ高さの方が多分。うん。これだけ水平取れるようにちょっと、うん、もうちょっと削ります。そうだね。これか地面を埋めるか。ちょっといや石で埋めて下少しコンクリで固めてでいいよ。いいっすか。うん、どうせ下がっちゃうし。はい、せーの、よいしょ。下がってくださいね。はい、一旦どうぞ。上がりすぎた。はい、行きましょう。はい、上げてください。はい、どうぞ。あー、まだ今度そっち高すぎましたね。はい、いい感じ。あ、いいじゃん。あ、いい感じですね。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょうどいい。ちょっと上がりすぎちゃった。あ、いいでしょう、ケンちゃん。ちぎりましたね。綺麗になった。はい、綺麗にちぎりました。こんなもんでいいんじゃないですか。反対側も、あ、反対側いいんだ。ああ、バッチリだ。これ、ここ落とす感じ。そのライン。じゃあ、あっちの丸いので穴開けてからじゃないと多分こっちも行っちゃいます、ね、行っちゃうんじゃない。やってみる。やってダメだったら。あれんじゃないですか。ちょっとずついけば。ちょっとずつやってみて。うん、いけるんだそれ。いらなかったっすね。もっといらなかった、ね。うん、いいやいいや。ここじゃあもうちょっとここ削んないとやっぱダメだった、ね。そうですね。そこの辺削って。ここ、こう置けるようにですよね。そうしよう。大丈夫ですか。サイドからもう押さえてもらえます。ああ。こっちちょっと浮いちゃってるけど限界だよな。詰まっちゃいますよね。フューチャーあるとかある。どれか。この。あ、そうそうそう。これだったらまあ抑えられれば。もうちょっと上げようか。あ、それいいですね。これでギュって入れられる。結構これ。よいしょ。入れて
個になっちゃうけど、一番下がボコってなると詰まりやすいから、多分これが限界じゃないですか。まあいいよね。うん、これでやってみますか。石詰めないと向こうに間に合わないかもね。うん、結構使ってますね。今どれぐらいある？まだまだ。まだ結構ありますけど。今回ね、かなりいい感じだね。シルクスイート、うん、じゃない。1個ちょうだい。いいよ、先生なかなか食べないから私たちが先食べちゃうから。どう？おいしいよね。でもすでに柔らかい。すごいね。やばっ、うまっ高級品だね。うん、おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。全部音入ってるんです。はいはいはい、マンデさん、ありがとうございます。うん、うまこれ美味しいっすよね、本当に。なんか違うのかな、やっぱり芋の種類によって味が、ね、結構違うよね。うん、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。
次回の動画もお楽しみに。それではまた。